ガイシャは男も女もお前と面識がなかったってことだったな、キリュウ。ああ、タスカーは写真で見たことがあるだけだ。女の方は顔も名前も知らない。そうか、まあそうだろうな。しかし仏になってた辰川は例の赤ん坊の父親って話だったな。すると辰川はお前が親代わりになって育てた娘に子供をはらませた元ホストだ。お前がその辰川をぶち殺したっていうストーリーも十分考えられる。よせよ本庄、くだらねえ難癖つけんな。完全にしろって証拠が出ない限り事件の関係者は全員グレーでしょう。辰川はホストを辞めた後アジア街に出入りしてた。中国マフィアの情報屋だったらしい。そのことを警察は知っていたのか。いや、全くマークできてなかった。だが辰川をやったのはおそらくその中国マフィア最妖怪の連中だ。これまで奴らが関わってきた殺しと凶器や手口が似ている。ちなみに言うと辰川と一緒に死んでた女はカムロ町のホステスだった。辰川と付き合ってたらしいが、かわいそうに巻き添えになっちまったんだろう。伊達さん、あまり事件の情報をこんな奴に話しちゃまずいでしょう。桐生は広島まで行って赤ん坊の父親を探し出したんだ。そいつが死体で見つかったとなりゃうちにも役に立つ情報を持っている。辰川の身元がすぐに分かったのも桐生のおかげだろう。ならこっちからもある程度の情報は出してやらねえとな。お二人のやっていることは馴れ合いにしか見えないんですよ、俺にはね。こいつがヤクザだったのはもう昔のことだ。いいんだ伊達さん、それよりこの後またセレナで会えねえか。他にもいろいろ聞きたいことがあるんだ。分かった、俺一人で行く。キリュウ、お前は先にセレナ行って待っててくれ。ああ、頼む。キリュウさん、どうも。お前ジョー、なんでここに、どういうつもりだ。いつかは俺たちもカムロ町に乗り込まなきゃいけないって思ってたからね。キリュウさんが行くんならちょうどいいと思ってさ。せっかくだからみんなで上京してみたんだけど。みんなでってお前な。まあいいじゃない、それだけうちらも本気ってことだよ。そうそう、一応アジト代わりにしていいって店を確保したんだ。M サイドカフェっていうミレニアムタワーの横のカフェなんだけど、今から少しだけ時間ある？仕方ないな、少しだけだぞ。こんな場所に俺らがたむろして構わないのか。この店マスターの知り合いが経営してるらしくてさ、掛け合ってくれたんだ。あのマスター一体何者なんだ。ん、おお、本当にやがったなジョーの野郎。お前ら、お前の動きなんてな、こっちには筒抜けなんだよジョー。ジョー、ここに来たからにはもう容赦しねえぞ。カムロ町はジャスティスのホームだ。尾道みたいにお前らにやりたいようにはやらせねえ。そんなの覚悟の上だ。そうじゃなきゃこんな喧嘩なんか売らねえよ。それよりどうだ、久々に怠慢でもあるか。断る。この人はカリスマレインメーカーだぞ。お前みたいな三下の相手をしている暇はない。勘違いしんじゃねえぞじゃあ。お前らの相手は俺たちがやらしてもらう。最近退屈だからよ、相手してくれや。おい長、何なんだこいつらは。六教人の最強タッグ、天山小島、通称天小島です。俺と岡田がジャスティス作って潰そうとしたギャング、カラーズの中心人物だった奴らです。カラーズの、なんでそんな奴らがジャスティスに入ってるんだ。岡田はあいつらの力が欲しかったんでしょう。二人ともクソ野郎ですが腕は確かですから。おお、ジョー君、
分かってんじゃねえか。そうよ、カラーズからジャスティスに鞍替えしてもな、俺たちがチャンピオンだ、永遠のな。 1+1 は2じゃねえぞ。俺たちは 1+1 で200だ。10倍だぞ、10倍。おい、計算間違えてないか。それを言うなら100倍だろ。細けえこと気にすんなよ、スケール感の問題なんだよこの野郎。細かいツッコミ野郎はぶっ殺しちゃうぞバカ野郎。まあまあまあ、天下の六強人がこんなところで三下と戦うのをよしましょうよ。我々の格が下がったように見られてしまうねえ、レインメーカー。ああそうだな、そういえばあんた前にも一度会ったよな。ああそうだったかな。偶然ってのあるもんだな。あんたに恨みはないけど、俺の邪魔をするなら悪いけど排除させてもらう。上等だ。せいぜい楽しませてくださいよ、気流解散。それではてめえら覚悟しとけよ。あいつらがジャスティス本体か。こっちでも厄介なことになりそうだな。チームの編成をしたり、ジャスティスと戦うときはここに来て声をかけてください。わかった。なんで登場界の人間が俺を。どうもちょっとスパイみたいでしょ。でもこれ遊んでるわけじゃないですから。その割には楽しんでるように見える。本当の話、今の俺がカムロ町で動くには一苦労でしてね。それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重にと思いまして。ゲスト？人生一家の室田です。命を救ってもらった恩は忘れてませんよ、桐生さん。お前なんでここに。最近この室田君から俺の変装を見破られたことがありましたね。聞けば俺のことを桐生さんに教えたのも彼だったって話で、意気投合したというか。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。登場界の素材ってのも穏やかじゃないんで。桐生さんにはこちらの室田君からそのあたりの話を聞いておいてもらった方がいいと思ったんです。どういうことだ。いやよく見りゃ本当に4代目だったんですね。あの後カムロ町に4代目が来てたって聞いて驚きましたよ。ただ登場界の上層部は驚いたっていうより動揺してました。それも結構激しく。動揺？今の登場界本家は会長代行の菅井さんと染谷の2人が主導権を握っています。理由はもちろん6代目が逮捕されて不在になったからなんですけど、でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって噂があるんです。仕組まれた？順を追って話しますが、まずアジア街の火事です。あの日何箇所かで同時に放火されましたが、未だに犯人は分かっていません。
でもあの当時カムロ町でそんな組織的な動きができる勢力となると東城会以外にないんです。東城会の門がアジア街に火を。ええ、そしてその焼け跡に入り込んできたのが中国マフィアの最妖怪。当然東城会と島争いが始まりました。でその構想が収拾つかなくなると札はうちの六代目に責任かぶせて逮捕。トップ不在の東城会は相談役だった菅井さんに実権を握られることになった。噂の筋や菅井と西洋会はグルだったってんです。アジア街の火事は菅井が西洋会をカムロ町に引き込むためで、その後の抗争は六代目を逮捕させるための茶番。そしてもし本当に菅井たちが大吾さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大吾さんをはめた返しに来るって。だから俺はどうしてもこのことを四代目にお伝えしたかったんです。菅井と染谷にはくれぐれも気をつけてください。ここに来る前俺は東城会の人間に襲われた。お前の言う噂話もまんざら的を外しちゃいねえようだ。わざわざすまなかったな室田。恩に着る。ええ、それじゃ俺はこれで。東城会には今の室田君みたいに考えてる奴が他にもいます。ところが菅井と染谷が睨みを聞かせてるもんで誰も表立っては言えない。お前はどう思うんだ。菅井たちと西洋会がグルだって話ですけど、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えませんね。最初は茶番だった構想がいつの間にか本物になったってことかもしれません。俺がスカイファイナンスを再開しようにもこんな状態じゃどうにもならない。スカイファイナンスを。俺はこの街を生かす夢を持った人間に金を貸すためにスカイファイナンスを始めました。どん底だった俺を救ってくれたこの街に恩を返すためです。ところが東城会と中国マフィアの抗争に加えて人言派が町中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。ああ聞いている。こんな時にもし希望があるとすれば、堂島の竜が今またこの町にいるってことです。だが俺は分かってます。桐生さんが構想を収めるために来てるわけじゃないってことは。それでも俺はあなたには期待しちゃうんです。すいません、今のはこっちの都合でしたね。アジア街のことは調べておきました。江戸と話をするだけならわざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。迂回ルートがあります。迂回ルート。西洋会のメンバーは半端な数じゃありませんから、人目を避けて忍び込みます。ところで桐生さんが江戸に聞きたいことってのは。西洋会が辰川って男を殺した理由だ。辰川、尾道の極道だった男で、最近は西洋会の情報屋としてアジア街に出入りしていた。そしてそいつが春人の父親だったらしい。え、じゃあそんな危なっかしい奴がハルカちゃんの。まさか。俺もまだ信じられない。だからそれを確かめるためにも江戸と話がしたいんだ。なるほど、わかりました。俺がアジア街を案内します。いいのか。ねえ、もちろん。アジア街の前でもう一度落ち合いましょう。
本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それなら尾道からちょうど仲間が二人来ている。そしゃ何度もご足労をかけて申し訳ないんですけど、後でまた。悪いな、待たせたか。桐生の兄貴、すんません。頭、しこたま飲んじまって。これでも達川のこと可愛がってたんすよね。俺だって酔いたかったのに先に酔っ払われちゃいましたよ。ああ、まあお前らの気持ちは分かってるんだが、5万だぞその酒は。一本5万はする酒だ。ちょ、え、それじゃ50万。だからもうやめた方がいいって言ったのに。頭、ちょっと起きろよ。おい、なんじゃ。ユータを踊れ。なんでもっと早よ止めんのじゃ、バカだれ。立川なんぞのために50万も。まあつけにしてもらったんすから、後でなんとかするしかないでしょう。それより今はアジア街のことですね、え桐生の兄貴。ああ、もう目は覚めたのか、南雲。当たり前じゃい。これから殴り込みっちゅう時にいつまでも寝ぼけとるわしやなあですわ。かし韓国人のホストとやりようたと思うたら、今度は中国マフィアのアジトに殴り込みとは。ええですな、兄貴は。毎度喧嘩の種がようけ転がっとりますわ。けどその連中、達川はあんな殺し方した組織なんすよね。こっそり忍び込むっつっても、こういう時のために体張りに来たんじゃろうが。あ、いや無理はしなくていい。確かに命がけだ。相手は殺しをへとも思ってねえ連中だからな。ほいじゃけど、わしらにとっても達川の弔い合戦ですけ。お前もええ加減腹くくれや、ユタ。へいへい、キリュウの兄貴、それじゃもう出るんだ。そうだな、そろそろアジア街に行こう。おっしゃ、地獄の果てまでお供しますわ、キリュウの兄貴。